皆さんこんにちは。肌の再生医療の北条元春です。よく一般的なそのエイジングケアに対する、まあ、スキンケアとかですね、エイジングケアだけではなくて日々の UV ケアとかいろんな質問を受けるようになりました。で、私のスタンスはですね、私の動画を見ていただくともうわかると思うんですけども、まあ美容的な皮膚のケアで一番大事なのが保湿と UV ケア。まあこの二つということは多分私の動画の2本に1本はこんなことを言ってると思うんですけども、中にはですね、やっぱりその YouTube を見ると、医師、まあ私と同じフィールド、まあ、学問体系を習った人がですね、まあ紫外線対策は使わない方がいい。というようなことも動画もあります。で、その動画の内容に関しては非常にサイエンティフィックで、やっぱり医者なのでサイエンティフィックに、それからロジカルに言っていて、見させていただいたんですけれども、医師が教える究極の紫外線対策みたいな、UV ケア製品は使わない、つまり日焼け止めは使わないというような動画なんですけども、結論から言うとですね、その通りでございます。日の打ちどころもございません。先生のおっしゃる通りでございますというような内容なんですね。YouTube の中には、私のように UV ケアをやった方がいい、日焼け止めを使った方がいいという動画がある一方、日焼け止めというのは使わない方がいいっていう同じようなフィールド、まあ医学というようなサイエンスを習った人が、やっぱり日焼け止めっていうのは使わない方がいいということで非常にロジカルに言ってて、私自身もその通りですよっていうので、いや、どっちを信頼したらいいのみたいなことで多分悩む、ちょっとシンボリックな、テーマかなと思うので今日は、動画を回してます。このお医者さんの主張はですね、どういうことかというと、地球上でありとあらゆる生命、我々人間もそうなんですけども、太陽の恩恵で進化発展してきている。これ当たり前なんですね。これに異論を挟む人はいないと思います。そのため、紫外線っていうのは、その生命が誕生した時から存在していた。当たり前なんですね。で、紫外線から身を守るために、生命体を守るために、生命体というのはいろんな進化を遂げてきています。我々の哺乳類、我々の人間だったら、色素や抗酸化物質というものも持っています。我々人間だったら色素ですね。それから抗酸化物質というのは多分ミジンコとか魚類とかいろんなものでも持っていると思います。これも正しい。異論を挟む余地はないですね。で、科学的な日焼け止めや人体や環境に有害っていうのも、これも異論はないです。ただし、有害な、確かにその、例えば、紫外線吸収剤みたいなものっていうのは化学反応を皮膚の上で起こして、紫外線を熱エネルギーに変えるということで、やっぱり皮膚には良くないです。有害です。まあその側面から見たら有害ですよね。それから環境にも有害です。日焼け止めが海の中に流出してサンゴに付着して、日焼け止めっていうのはその金属、酸化、マグネシウムとか酸化亜鉛とかでできてますので、金属がそのサンゴに付着してサンゴ礁がやっぱりダメになってしまうという環境に対する負の側面。があるで、人体に有害か、その側面だけを見たら有害です。だからこの科学的な日焼け止めや人体や環境に有害、これ全くアグリーですね。ただ一言付け加えさせていただくと、有害オンリーではないですね。なぜかというと、有益な部分もあるので我々は使っているんです。どういうことかというと、オゾンホールができて、紫外線によって皮膚がんができてしまう。それを皮膚がんができるよりも、まあ多少有害かもしれないですけれども、その化学物質を肌に塗っといた方が、トータルで見ると有害なんだけれども、有益の方が勝っている。まあ足し算引き算で言うとプラスになるので使うという。ただ、この先生がおっしゃることは全部アグリーしてきて、まあ、最もでございますということになります。で、その次に過度の紫外線対策はビタミン D 欠乏を招き、間違いである。これも正しいですね。ただ、これ、過度なということがついていて、過度ではなくて、適切な紫外線対策であればビタミン D 欠乏症などを起こさないので、適切な紫外線対策をやりましょうということで、過度な紫外線はダメよということで、これ、この先生の主張も全部アグリーなんですね。で、先生の主張はアグリーなんですけども、日焼け止めは使うか使わないかということにもアグリーする。っていうのは、それもアグリーなんですけども、じゃあ、ここまで動画見てきていただいて、法事はどっちなのっていうことになります。今までずっと日焼け止め、UV ケアやりましょうって言っていた。で、今日の動画もですね、まあ途中からこの今日の動画だけを見た人はですね、この日焼け止めは使わないという先生の動画に非常に、もう、
第三条を送っているので、一体あんたどっちなのっていうことなんですけども、これも、結論から言うと、どちらかというと日焼け止めは使った方がいい、まあ肯定派になります。全世界の皮膚科、形成外科、もしくはいろいろなその皮膚がんをやっている、皮膚外科の先生もですね、紫外線は避けた方がいいということで、まあもうほぼコンセンサスが得られて進んでいるというようなことになります。私も、基本的にはそのようなコンセンサスがあるということに載ってます。ただしそれが全て正しくて未来永劫正しい知見だということはないです。それからその知見にはどうしても不都合なことも含まれているというのもあります。環境破壊してしまうということもあるし、もともとこの先生がおっしゃったように、もともと人体というのは紫外線に対して予防する機構を備わっているのに、それをわざわざ化学物質で何とか、抑え込まなきゃいけないはずはないんだというような、そういうような主張を入れ込む隙もあるというのも分かっています。ですけれども現時点で、まあ、医学的知見、科学的な知見から言うと一つのコンセンサスが取られているというようなことにはなります。ですので私もそのコンセンサス、大きなコンセンサスに、長いものに巻かれるではないんですけど、そのコンセンサスに従っていろんな動画を配信してるし、こういうような UV ケアをやった方がいいよっていうようなことを言ってます。ただ一部の中の本当の一部には、そのようなコンセンサスにもこういうようなマイナス面もあるんだよというような動画にはなってるのかなと思います。ですのでいろんな意見が出てきて、どこの動画を信じたらいいのかということは迷うということはあるかもしれませんけれども、ただやっぱり大きな、世の中の大きな知見みたいなもの、それから一部の、いろんなちっちゃな意見というものがあるというものが物事において全てなのかなというふうに思います。自分はこのスキンケアだけやっててすっげーハッピーだよ、もう一点の曇りもなくハッピーだよって思ってる人ってあんまりいないと思うんですよ。で、まあ、UV ケアやっててブツブツ出たりニキビ出たりとか、それからUV ケアをやってるんだけども、なんとなくその皮膚の状態が思わしくない、 UV ケアこんなに真剣にやってるのに思わしくないっていう人もある一定はいる。で、そういう人たちがやっぱり極端な思想になんとなく流れていくっていうのはもう理解できますよね。ちなみに日焼け止めの持ち込みを禁止してるビーチ、はい、パラオ、あ、パラオですね、2020年の1月1日からこれ禁止、はい、タイ、うん、2021年8月から、うんうん、有害性のある、国立公園への有害性のある日焼け止めの持ち込みは禁止と。そうですよね。ちなみに日本での規制は現在ありません、うん、日焼け止めって環境の面から言ったら多分いいところ何もないんじゃないかな、まあ、金属ですよね、うん、金属の粉末、粉末です。粉末を液状にして塗る。そうです、そうです。で、吸収剤っていうのはちょっと雑な言い方すると太陽光パネルみたいなやつです。紫外線の光のエネルギーを電気エネルギーに変換するみたいな。太陽光の紫外線とか、まあ光線の光のエネルギーを熱エネルギーに変換するみたいな物質、